あすみません、ちょっと僕はのここは大好スさんからですね、えー、この森石君の4回転トがサルコーに見える件について、えー、私もこの件について、かぶくんの動画にコメントを以前しましたがということだったんですよ。うん、で、えー、それがあのこちらの、えー、いただいたコメントなんですよね。でこれについては、あのそうですね僕もかぶくんテレビの方で、えー、紹介をしたんですが、その時はあまり そうですねあの大ごとじゃないなぁと思っていたんですよ。で、無、えー、西選手の4回転トーサルコーが区別がつかないということで、見比べてみたんですが、なるほど、これはパッと見、全くわからないわと思いました。目にも止まらぬ速さですね、ということで。でも、これについて、あのへえ、面白いですね、ということで、なんかあんまりこう気にしてなかったんですよ。うん、で で先ほど岩田様からですね、この衝撃な事実が判明しました。で、えっと、4回転と4回転サルコーが規定違反のジャンプということを言っていて、で、あるようなことを言っていたということで、で、さらに、まあ、誤信というか、まあ、あのそうですね、まあ、ちゃんと見ていないから起きる誤信というね、言葉ですね、まあ、この言葉で結構、これは大事となんじゃないかということで、えー、はい、あの紹介したということになります。 はい、なのであの、結構これは、まあ、先ほど僕もね、えー、森氏選手の演技、実はあんまりこれまで見てこなかったんですけど、えー、ちょっとあのちゃんと見たら、えっていう感じで驚愕したという、朝からめっちゃ驚いたよっていうことだったんですよ。うんでえー、それについて 彼のあのジャンプはいつも4回転トーループと認定されているようです。SNS でなんであれが認定されているのかとずっと言われていたそうです。ずっと言われてきたということなんですよね。あの僕は森リシ選手全然知らなかったんですけど、なんか昔からずっと言われてきたということだったということを知りました。世界選手権の時も SNS で少数ながらそう言われていたようです,ですね。 今までは解説者の誰もこの件には触れなかったことなんで、私も知らなかったのですが、今回は友野選手の順位にも関わってくるため、SNS の反響も大きく、私もそれでこの件について知りました。あとは今回優勝したっていうところも影響しているかもしれないですね。今回 i s u の解説者は、この4回転トーループを4回転サルコーと解説しており、やっぱり4回転サルコーに見えるよねと言われていました。あー やっぱりあの体重のかけ,かけ方とかも、ただ単にトをつくつかないというところもそうなんですけども、体重のかけ方が明らかに4回転サルコウですね、i s a があれを4回転トーループとずっと認定してきている以上、モリシ選手の、えー、テクニカルスコアの見分けがつかない問題は、えー、入り方で、 え見分けるししかないといとう動画もネットにありましたそうですね、本当、入り、でも入り方も4回転サルコーに見えちゃう,えちゃうので、えー、彼がエティチームじゃなかったら、ロシアは猛攻撃しているんだろうな。そうですね、まあ、あのー、他の選手だったら、猛抗議してると思いますね。うん。なんかそう思うと感じちゃいますね、何か。日本はいつものごとくだんまりだし。 えー、各国のスケート連盟も何も言わない。認定されている以上、あの疑惑のジャンプも、正しい4回転トーループの飛び方の一つとして、変換周知、えー、されていってしまうのかなと思うと、なんだかなと思います。そうですね。だから今回の4回転サルトーループがサルコに見える件については、ちょっと僕、衝撃ですね。これまで、まあ、ちょっとかなり、あのー、4回転サルコにかなり見えてくるので、 これまでもいろいろそういったなんかジャンプについてありましたがそれ以上にちょっとこの問題は大きいかなとは思うんですけどまあこれは i s るが決めていくことなんで、えー、僕が口出ししたところで意味はないですがただまあ思っちゃうよねっていうねあのジャンプは4回転サルコに見え,見えちゃうよねっていうそういうのは。 確実ですね、うんまあ、客観的にもあの解説者フィギュアスケーターの,その専門家もおっしゃってますからねだからまあ見えちゃうよねというところだと思います。まあ、これは多分フィギュアスケートやってる選手たちがあの見たら、まあ、明らかにサルコンに見えちゃうと思いますので、うん、やっぱりまあでもでもそれがまあ えー、ISU の、その、それを知ってるる上で、ISU のあの評価だとしたら、もうこれは何も言うことができないですね。まあ、ただ今後もしかしたら、えー、なんか疑惑がこう膨らんで、えー、なんかその対策っていうのはね、取られるかもしれないので、えー、そこはちょっと注目はしていきたいと思うんですけどもね。うん。はい。えー、エアさん、ありがとうございます。カブさん、昨日はお疲れ様でしたね。えー、ゆっくり寝れましたか あのー、昨日はあの後映画を見て、えー、出ましたね。うん。えー、ファイナルでは海外から来る選手たちに日本を楽しんでもらええー、もらいたいですね。そうですね。まあ新コロの影響がちょっと とはあの心配されているんですけども、まあそこがどうなるんでしょうかということで、さんままたた大変な発見をしましたねえこれ実はね、まあ僕が発見したというよりは、ここは大好きさんや岩田さんがね、コメントをしてくんなければ、僕は全く気づかなかった。まあ,あの気づかなかったので、本当に朝、めちゃくちゃ驚いてよっていうことなんですけどもね。 うんえー、選手が気の毒なので、ちゃんとしっかり見てほしいですね。そうですね、でも、エテニーコーチもちょっと知っていたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこはノーコメントなんですけれども。うん、はい。 いたものを見ましたがフリーのみ3本とも4回転サルコーに見れましたあーってことは転倒してしまった4回転トーループに関しても、えー、サルコーに見えてしまったということみたいですねまあ、僕はあの序盤の4回転倒しか見てませんのでまあ、そこはなんとも言えませんがただ、えー、解説の小田さんが4回転トーループと言っていたのでと思っていた次第ですなるほどなるほどですね小田君、ん小田選手小田さんが4回転倒と言っていたということですね 小田さんも実は迷ったけど、構成表では4回転トーループって書いてあるからそう言ったのでしょうかね。その可能性は高いと思います。小田さんもこの事実について昔から知っていた可能性は高いと思うので、何とも言いませんけども、まああるいは、まあそれの4回転あれが4回転トーループである裏付けが取れているから4回転トーループって言った可能性もありますが、やっぱりこう解説上4回転トーループって って言わなければいけないのかなというところま物議になると思うんで、うん。まあでも、海外の解説者の場合は結構、こう、ぶっちゃけますからね。うん、ぶっちゃけますので、まあ、結構、まあ言っちゃいます日本の場合はあんまりぶっちゃけないので、まあ、結構いろんな物議になることはあんまり言わなかったりするので、まあ、そういった感じで言わざるを得なかったっていう可能性もありますから、なは。 本当か分からないと4回転トーループか4回転されこうかの判断は回転不足かどうかなどを判断する人は GOE をつける9人のジャッジではなくテクニカルコントローラーとかスペシャリストがするものなのでしょうか。 多分そうだと思います。あの、ジャンプの技名を決めるのはテクニカルパネルが決めてきますので、まあ、スペシャリストやコントローラーが、まあ、見て判断していきます。で、あの、GOE をつける人は、えー、基本的にその、まあ、GOE と、まあ、その、PCS ですね、を判断するので、 彼らがその役を担らないと思います。だからジャッジをつける人も、あれは4回転サルコーだったんじゃないかなというふうに見たとしてもですね、ジャンプは綺麗に流れてて美しく高さもありましたから、まあ、ジャッジとしてはまあジャッジの評価をしたかなっていうところがあるかと思います。まあ、テクニカルコントローラー、スペシャリストがそれを判断していくと思いますが、ただ、IS が基本の基軸になっていると思うので、まあ、先ほどのここは第3のコメントを見る限りです ねまあ、ずっとこれまでも森氏シ選手の4回転トーループの問題はささやかれていたということですのでそれでも ISE が、えーまあ、テクニカルコントローラーやスペシャリストが、ねあのー、4回転トーループと判定をしているということは、まあ、i s a が、まあ、それをあれは4回転トーループにしましょうというふうに決め,た決めたということなので、まあ、その決めたルールにこう従っていくしかないということになっちゃうんですけどもね。 うん、ステップやスピンのレベルを判断するのもこのテクニカルコントローラーですかそうですね、ステップそうですねその通りだと思います。はい、えー、テクニカルパネル、スペシャリストやコントローラーになってきます。ジャッジは判断しませんかね。今までの5 0 0 0までは特にステップのレベルが厳しくあおっしゃる通りです。おっしゃる通りなんですよ。レベル3とかレベル2がありましたが、このロシア大会ではレベル4を取れている選手が多いような感じます。 あのおっしゃる通りです、えーと。テクニカルスペシャリストがですねユリア・セベスチャンなんですよ、えーと、ハンガリーの。で、このユリア・セベスチャンは結構活躍した選手なんですよ。で、結構活躍した選手がテクニカルスペシャリストとかやったりすると、結構優しくなることがあるので、あるかなと思う、思うっていうか、思っちゃったっていうか、僕が勝手に思ってるだけかもしれないんですけども、まあ、やっぱりや選手として活躍していた人は、まあ、 あれは難しいよねということで、こうレベルを上げやすいかなっていう印象が結構ありますね。うん、あの 実際にあのフィギュアステートにはバッジテストってなるんですよ。で、このバッジテストを受かることによって、まあ、あの7級とかを取ると、まあ、全日本選手権に出場ができる資格、の東京大会とかのブロック大会にできる資格っていうのが得られるんですけど、あのこのバッジテストを取るときも、まあ、ジャッジが来るんですよ。で、ジャッジの中には、まあ、昔活躍した選手のジャッジが結構いたりするんですけど、まあ、結構その昔あんまり活躍をしなかった人ほど厳しいです。で えっと逆に活躍してきた人ほど甘いです。本当ですね、これは。なので、結構やった人は、やっぱり難しさがわかるから、結構レベルを上げたりするんですけど、結構あまり活躍しなくて、えー、あんまりスケートもやってない人はですね、結構厳しく評価するっていう、これあるあるなんですよ。うん、フィギュアスケート界のあるあるなんですけど、あのー、まあ、そう言って言われているので、まあ、もしかしたら今回ユリアスビスちゃんがテクニカルスペシャリストっていうところも、結構 こう影響してるかなと思いますただ、あのかのね、えー、全部を分析したわけじゃないので、まあ、ちょっと今は分かりかねますが、ただ、おっしゃるとり、レベル4を取れている選手が多い気がしますね。なので、えー、傾向としては、あのそういうのが見て取れるかなっていうのはありますかね。うん、で、えー、このあたりのジャッジも正しかったか気になります。 そうですねまあ僕はちょっとステップのレベルの取り方っていうのがかなり難しいのでちょっと僕も今すぐこれは答えられないですね。うん、えテリコーチが1位の順位が出た時、えー、喜んで肩をたたいていたのを見てびっくりしましたそうですねまあエテリ先生は結構ねあの素晴らしい選手に対しては結構そうやってねあの振る舞うのかなっていうところがあるんですけどもね。うん まあ一番いいのは悪かった時だと思うんですよ、悪かった時こそこそ支えてくれる先生が欲しいと僕は思うので、だから日本のコーチは結構そういった先生が多いのかなって思うんですけどもね、うんまあ、ロシアの場合は、まあ、ロシア政府がこう援助をしてるっていうところもあったりするので、まあ、なかなかその難しい、状況がすべて同じじゃないっていうところもあるので、すべてをあの先生だけを責めるっていうこともなかなか難しいってなのあるんですけどもね。うん はい、えー、そして、結のややさん、ありがとうございます、えー。株さん、今週の水曜日には、ついに12月になりますね。そうですね、僕は11月の目標を一つあの、達成できなかったのが、えー、秋のプログラムを作るっていうことですね。もう12月、冬になっちゃうんで、えー、ちょっと今回、秋のプログラムを作るっていう目標を達成できずに終わっちゃいました。あのちょっと悲しいですね。今週の水曜日っていうことは、ね、今はもう日曜だから、日で月。 ああだから3日しかない3日間で秋のプログラムを陸上フィギュアで作るっていうのはほぼ無理なのでやっちゃいましたねちょっと悲しいですけど、うんえー、フィギュアスケートのイベントが目白押しです、えー、全日本に羽生さんが出てきたら今年最大の注目になりますねいや本当ですあの羽生選手もそうですが木平選手もあの出,出る予定ですのでまあ彼らがどのような演技をするのかそして怪我の状態はどうかとかとも含めてですね、えー、謎が明らかになると思うので あのかなり、えー、今年最大のクリスマスのイベントになると思います。まあ、全日本選手権でもクリスマスに、ね、行われますので、クリスマス前後ですけどもね、うんまあ、今回はさらに北京五輪の代表選考がありますから、まあ、本当にあのものすごい舞台になると思いますね。そしししてて羽生選手に関しては新しいショート もうヒロ露ですね、女、ま、装、あ、とロンド・カプリッジ・ョーストですね、これを清塚さんのピアノで弾いてくれる、えー、演奏、演じてくれるということなんで、まあ、いろんな観点からもその注目になるというところになりますね。はいまあ、でも、北京五輪代表ということは楽しいだけではなくて、行かれない選手も必ず出てくるということで、行、ま、か、あ、れない選手の方が多いんですよね。だから残酷でもあるというね、えー、そういう大会になっちゃうんですよ。だから見る分には ね結構楽しんでフィギュアスケート見れるんですけどやる分にはもうちょっとねうんあのかなり力を入れる大会になるかと思いますね。ま、うん、この点の、えー、予想なんかもねあの動画を上げていきたいと思うんですけどもね。うん はい、えー、そしてオーリーさん、ありがとうございます。株、えー、君はコメントを取り上げてくれるので、それが楽しくてコメントを書くのが癖になってきました。えー、ステートリンクいいですね。あの私は小学生の頃、北海道のフラヤ市、あ、すいません、ちょっとこれちょっとググりますね。すいません、間違えました。フラノ市ですね。北海道のフラノ市に住んでおり、えー、冬になると、えー、先生たちが校庭に水をまいて、えー こうスケートリンクを作ってみました富良野市は北海道の、えー、どこら辺か、今、グーグルマップで調べてる、あ真ん中ですね、真ん中ですよ、北海道の、えー、札幌よりも、えー、東ですね東、東北東かな、で、えー、っとかなりこれは大雪山のすぐそばじゃないですか、めちゃくちゃ寒いところですよ、これ。うん、寒いところだと僕は思うんですけどもね。 まあ大雪山の水がこう流れてきてなんか豊かな自然を感じるんですけどはいで、えー、そして冬になるとあ、えー、冬休み中は毎日通って滑っていました、いいですね、まあ、こういうところに住んでたらまあ、ちょっと雪とか寒さはかなり大変だと思うんですけど、まあ、スケートとかはね楽しいと思いますよね。うん スケートとかスキーとか、スピンのマネーごととか、半回転ジャンプを飛んでみたりしていましたよと、すごいなんか懐かしき思い出ですね。で、えっと、りくりかったですね。あ、そうなんですよ。陸くは、あの、ほんと、祝、え、グランプリファイナル出場ですね。まあ、本人たちは一番嬉しいと思うんですけども、え、そしてテレ朝が放送してくれるといいなということで、うん。そして、え、ロシアの ロシアの娘たちをジャンプ大会と言ってしまうのは、えー、悔しさもあるかと思います。そうですね、ぶっちゃけそこが僕もね、ポイントかなと思っていて、やっぱりこう、認められたくないっていうね、認めたくないっていうところもあると思います。まあ、仕方ないですよ。あれだけ強いですからね。うん あのこれは仕方がない私も悔しいですものとはいえジャンプと表現の融合は日本がその道筋を作ったのではと、えー、思いますそしてみのりさんのトリプルアクセルは男子が、えー、参考あそうですねなんかそのような話があったかなと 思いますけども、うんえー、あの当時は女子は高難度ジャンプではなくカタリナ・ビットそうですねカタリナ・ビット選手はあのトリプルトとかでしたけどもねサルコーとかのような女性らしい表現力を目指すものだと思われていましたそうですね昔は本当にそれでまあ PCS というかまあプレゼンテーションか それえっ、ー、と表現力のところですねが、えー、高かったというのがありますからね。えー、それを日本の小さな伊藤みどりが常識を打ち破ったわけです。えー、当時、えー、試合を見ているときは楽しかった。 伊藤緑がジャンプを跳べば跳ぶほど、えー、会場は大盛り上がり、ヒットの演技後よりも盛り上がって、あ、ビットですね。ビットっていうのは、あ、カタリナ・ビットですね。カタリナ・ビットの演技後よりも盛り上がっていました。あの昔からかなりこう、フィギュアスケートの歴史をこう感じますが、えー、そして、伸び山合宿で、えー、荒川さんや中野さん、そして安藤さんや真央ちゃんたちを生み出して、この伸び山合宿っていうのは本当に日本がその、ね、うん。 えと世界に対抗するために、えー、この作った伸び山合宿でおっしゃるとおり、えー、このなあの皆さんあの強くなってきましたね、えー、しばらく日本無双時代ですあのおっしゃる通りでこの伸びやま合宿のおかげで,です、ね、日本は一時期かなり強かったかなというのがあ,のありましたね男子も、えー、高橋大輔選手の銅メダルとかに貢献もしましたしね、うんえー、ロシアはこの伸び山合宿を参考に3本70を作ったとか えー、トリプルアクセルは単発で飛ぶ人はいましたが、真央ちゃんみたいにこだわって飛び続けた選手はいなかったですよね。そうですね、真央ちゃんの現役、ずっとトリプルアクセルを飛び続けた人生になりましたね。あのー、浅田選手の言葉で、まあ、なんで簡単にトリプルアクセルを飛ばせてくれなかったのっていう発言はですね、ちょっと、えー、なんか悲しくなりました。悲しくなったというか、ちょっとなんか感じたったというか、はい。えー、真央ちゃんが表現と技術を融合させようとしたことで、 次につながっていたような気がします。先どば選手までは女子シングル選手の3回転の多くは実は球マークや回転不足だったんだと、えー、だったなと、うん、点数を見て思い知らされました。えー、ここ数年で一気に女子,のジャンプ、えー、女子選手のジャンプ技術も上がったのではないですかね。あの、一気にというか、もう本当、本の束ね、歴史の教科書の束を束ねて、ね、えー、ーってめくる。1ページずつめくればいいものを、もう、 束ばねでバーってね、えーま、まとめてしまって、えー、ぐらい、もう飛び級っていう感じですね。もうね、普通こうだと思うんですけど、もう飛び級したこういう感じになっちゃったというのがあるので、まあ、そこに向かって、みんなまだまだ追いついてないっていうところなんで、一歩ずつこうロシアに追いついていくということだなと思うんですけどもね。えー、そっちの外ニコワですでにその片鱗はあったのでしょうけれども、そうですね、ソ、まあ、外ニコワ選手、まあ、そっちの頃はまだね、そこまでその、 まだこうあのねえー、なんだあのまだ勝てる要素はあったかと思うんですがねただあのまあぴょんちゃんまぴょんちゃんはまあ作戦勝ちもあったかと思うんですけどまあでもやっぱりこうぴょんちゃんまあそっち終わったあたりまあそっちの時もまあリプに使いがね、えー、金メダル候補としてやっぱりありましたがまあミスをしちゃったんで 確かに、あの、ソチ五輪の時には、まあ、ロシアのそのエテリチームの、まあ、強さっていうのが、だんだん出始めてきてるかなっていうところはあったかと思うんで、そこからソチからピョンチャンはもうロシアで、そして、まあ、ピョンチャン金銀ということになって、エテリチームが強い。そしてそこからは、さらに4回転を飛ぶトゥルソワとかね、シェルバコワとか出てきてるよということなんで、うん、すごいですね。あの、カザフスタンのトゥルシンバイバも確か、 えー、エテリチームだったと思うので、まあ、やっぱりエテリ先生のところ強くなっちゃったかなといういあのすごいこうエテリ先生のところでまあ一気にこうロシアが上がったかなっていうのはこれはあ,るありますね。うん、なのでまあロシアはまあすごい強いので、まあ、それをこういかにこう認めて認めることで強さを認めることがですねやっぱり重要かなと思っていてその強さを認めた先にですね対策とか 作戦ととかがあると思うんですよなので、えー、もちろん悔しいっていうところあるかと思うんですが、その悔しさを受け入れて、えー、弱さ、弱さっていうか、まあ,あの、相手が強いっていうことを受け入れて、じゃあそこからどうするかっていう対策を見つけていくっていうことで、まあ、日本のフィギュアスケートもどんどん成長していくのかなと思うので、えー、まあ、あの、 ねえーと、まあ、どんどん応援をしていってね、えー、これからのフィギュアスケートも楽しんでいきたいと思います。だから逆に、あの、おいですよ、今後、フィギュアスケートもっともっと、うん。逆にどのように日本が追いついていくのかっていう、その変遷、過程をね、えー、見ることができますので、これは逆にですよ、逆にね、おいですよ、うん。島田真央ちゃんとかも成長してきてますし、まだまだ紀平さんも、まあ、怪我の影響はありますけど、4回転サルコウとかもジャンプ飛べますのでね。だから、まだまだ、あこれからが、 楽しみなな時代になってくると思いますますあ男子はね、逆にあの今ロシ、日本がすごい層が厚くて、日本とアメリカっていう感じなんですが、ロシアはまあテクニカルエレメンツ的にはものすごいレベルを上げてきてますので、PCS がこうあのそれにこうね、準、えー、ずるものが出,出てきたらですね、ロシア男子もかなりこう今後強まってくる可能性ありますので、北京五輪後はロシア男子にかなり警戒が必要と僕は考えてます。はい まあ、あの日本の女子,もあの女子は、まあ、これからロシアをこう目指して、ね、頑張っていくと思うんですあの目指せ方ですね、どのように、えーまあ、日本の女子たちがあの女子選手たちが強くなっていくのかというのを過程を、ね、見ることができるというのはすごいこう面白いことだなと僕は思うので、えー、フィギュアスケートも楽しんでいきたいと思っております。はい